はいどうパラプンテー J リーグサッカーチャンネルのツツンです。ということで今回はガンバ大阪のシーズン振り返りということでやっていこうと思っております。よろしくお願いいたしますということでございまして、まあ今年はガンバ大阪なかなかに厳しい1年だったんじゃないかと思います。まあ下に書いてあるんですけどもね、改めてデータを振り返っていくとちょっとやっぱ寂しいなーって感じのデータが出てきました。そしてまあしかしシーズン前のゼロックスですね、あそこで抱いた期待感僕は忘れません。本当今年のガンバ大阪個人的にはですけどもね、順位予想は4位にしておりました。このガンバ大阪でございますけども、まあんって感じがしておりますけども、まあしかし来季ですね、来シーズン以降も変革することができるかどうか、そこは非常に注目ポイントになってきますけどもね。はい、そしてまずこちらやっていきましょうかね。ガンバ大阪今シーズンは12勝8分け18敗13位ということでございます。まあちょっとやっぱ僕の中でガンバ大阪ね、ガンバ大阪といったら超攻撃的サッカーというイメージがやっぱり残っていますので、この33得点というのはちょっとね寂しい数字な気がしますけどもね。はい、そして次、まあ一応開幕戦と、まあ、最終節のメンバー見比べて、まあ、どういう風に変わったかとかをちょっと見ていこうと思ってますけども、開幕戦のメンバーはご覧の通りでございますね。まあ左ね、やっぱ川崎選手がスタメンだったんですね。まあちょっとね、今頑張ってるのかなって感じがしますけども、川崎選手が左、まあ4-3-3ですね。だからゼロックスの川崎戦はこれで結構手応えを得たんじゃないかと、思いますけども、まあ途中でこの気づけばもう4-3-3もやめて形を変えた宮本ガンバ、この時はまだ宮本ガンバの開幕戦でございましたね。はい、そして次こちら、これが最終節のメンバーでございます。まあこの時はだからもうシステム的にはまあ 3-4-2-1 とか、まあ、もしくは4バック 4-4-2 の形とかで戦っていたガンバ大阪でございますけども、やっぱりこの中で言うと今年は奥の選手の活躍が目立ったと思います。まあさっき開幕戦に出ていた山本選手ですね、ボランチは山本選手の活躍もあったので、なかなか成績は出なかったけどもしっかり若手の選手とか、これから来シーズン以降期待できそうな選手が出てきたのはこれは大きいんじゃないかと個人的にはですけどもね、思っておりますね。はい、そしてまあガンバ、見ていくとですね、今シーズンのガンバ大阪、まあちょっと春先出遅れる、まあ2節とか3節とかですかね、名古屋グランパス戦が延期になって、そっからねちょっと延期というか、まあ例のまあ感染症ですけどもね、某感染症の影響でまあ出遅れざるを得なかったガンバ大阪、やっぱり一回このね冬のキャンプで一度作ったこの体力とかコンディションをまたちょっと上げ直さないかん、これ結構ガンバ大阪というかサッカー選手にとってはね、一度開幕戦に向けて上げていったコンディションをまたちょっと調整せざるを得なくなったというのはちょっとガンバ大阪の序盤戦の戦い方に大きな影響を与えたんじゃないかと思いますね。そしてやっぱりそういう意味では体力的にも、まあ、あと精神的にもまあダメージを受けた選手は多かったんじゃないかと思います。そして春先はもう宮本監督解任で松並ガンバ、まあ、その前ね2020年がだから本当チームとして良い成績を残したんで、今年は本当いけんじゃねえかっていう期待感が多かったガンバ大阪ではあるんですけども、だからこれなかなか難しい。やっぱこの春のね、この某感染症がなければもっと上までいけたんじゃないかとか、いろいろまあ未来を想像はしてしまうんですけども、まあ、結果としてはちょっとまあ残念なシーズン、まあ、残留争いに片足突っ込むようなシーズンになってしまったんでね、これはちょっと来季以降非常に巻き返しはやっぱ期待したい。やっぱ僕はですね、まあ浦和レッズサポーターではあるんですけども、やっぱりガンバ大阪が強くないと僕からしたらやっぱりこう張りがないというかですね、まあ、僕はまあ鹿島と同じぐらいというか、まだ違う意味でガンバ大阪には負けたくないと思っている人間なのでね、うん、そういう意味ではちょっとガンバ大阪の復活に本当個人的には期待をしている一人でございますね。はい、そして次こちら、じゃあその最初言ったデータですね、ちょっとデータ寂しかったよねっていう話はしたんですけども、まあ振り返っていくと良いデータがまあセーブ率1位、これはまあ東口選手ですね。まあ、セーブ率がまあ1試合平均でいうと1位、そしてまあ非シュート成功率が4位、まあやっぱり攻め込まれてシュートまで行かれてしまうシーンはあったんですけども、まあ、ベスト11級の活躍を見せた東口選手がやっぱり防いでいたのは結構大きかった。まあ僕の中でだからこれ別の動画でも上げてはいるんですけども、東口選手は今年ベスト11ゴールキーパー、ね、僕の中のベスト11ゴールキーパー部門はやっぱり東口選手です。まあこのガンバ大阪はタイトルは取ることできなかったんですけども、タイトルなくてもやっぱりこのね残留という意味、この
残留できた、それはやっぱりタイトルに匹敵するものがあると思っていて、そこに今貢献、そこに貢献したのはまあ東口と思うんでね、本当東口じゃなかったらもっと勝ち点を落としていた可能性もあるんでね、まあ、うん、そういう意味でも僕は東口選手、まあ、ノミネートもされてはいませんでしたけれども、僕の中のベストイレブンゴールキーパー部門は東口選手ですね。そしてじゃあ悪いデータ、ここやっぱりここをこのオフに補強とかでなんとかせないかんよねっていうのがこの悪いデータ、まあ、ボールダッシュ17位、中盤でやっぱりボールが奪えなかった、まあ、ボールが奪えないからこうやってシュートまで行かれてしまうシーンが、ね、多かったのかなって感じがします。そしてまあクロスチャンスですね、クロスからチャンスになる確率がまあ1試合平均で16位、これやっぱパトリックっていうターゲットマンがいるんでね、もっとクロスから、ね、いいクロスを上げることができればもっと得点は増えた、そんな気がします。そしてあと非シュートと非チャンス構築率がまあ20位ということで、これがなかなかね、すんこれ最下位かってデータで、ございます。まあどんだけシュートを浴びたか、まあさっきも言ったんですけども、ボールが中盤でやっぱ奪えないので、まあやっぱシュートまで行かれてしまうので、非シュート数がまあリーグ1位、ワーストがワースト1位ということして、まあ非チャンス構築率もまあ20位ということで、まあ相手にどれだけチャンスを作らせてしまったかっていうのが20位、これだから最下位っていうのがね、ちょっと1年前のガンバ大阪からするとこの辺のデータはちょっと信じられないものがありますね。まあこの辺のデータをだから補強でなんとかする、もしくはちょっと来シーズンの監督は まあまだ決まっていません。まあ片野坂監督がね来るんじゃないかって言われてはいますけども、この辺のデータの改善ができるかどうかは来シーズンのこれ順位に大きな影響を与えるんじゃないかと思いますね。はい、そして次こちら、じゃあ来季の課題をやっぱり挙げておくと、まあ、やっぱり攻撃的ガンバ大阪の復活というのを、目指してほしい個人的な願望ではありますけれども、もともと宮本監督は今年は攻撃的にいくと、ね、そうやってキャンプを過ごしたわけでございますけれども、そこのこの攻撃的な部分を見ることなく、ちょっとね本当4月ぐらいまで得点がありませんでしたもんね。本当ずっとゴールがなかったガンバ大阪で、その攻撃的な部分を見せることなく監督退任になったのはちょっと個人的には残念でしたね。そして、うん、まあ監督は誰になるんだってさっきもちょっと触れはしたんですけれども、まあこの資料を作っている時というか、まあ現在が今日何日だ、12月20日か、12月20日現在ではまだ正式には決まってませんけど、さっき言った通り、まあ、片野坂監督が来るんじゃないかって話でございますね。そしてまあ、エドゥアルド樋口は破談になりました。ここだからセンターバックどうするかって話ですけども、ちょっと今日ですね、ちょうど今日の収録の前に、韓国代表のディフェンダーセンターバックがガンバ大阪に来るんではないか、まあ、2015年の、ね、これ ACL のベストイレブンを獲得したセンターバックが来るんじゃないかって話でございますので、さこの辺の補強どうなのか非常に注目でございますね。そして、まあ、宇佐美も川崎に行くんじゃないかって話が出ているので、ガンバ大阪から知ったらこの宇佐美もしっかり、ね、主力級の選手をしっかり、抑えておかないとっていうのがあります。だからこれいろいろ書いてはいるんですけども、やっぱ来季の課題っては、ね、書いてはいますが、私のこのオフしっかり動いておかないと、この来季の課題は解決できない部分もあるので、やっぱこの辺はちょっとオフの過ごし方、ガンバ大阪非常に重要になってくるんじゃないかと思いますね。そしてやっぱりデータ的なことを言うと、シュート成功率のアップは必要、そしてやっぱ得点力アップへの補強、まあ、ちょっと現在センターフォワードとか、ね、攻撃的なポジションの補強の話は聞こえてこない、まあ、後ろで言うと三沢選手、まあ、三沢選手も契約延長大分と、ね、大分との契約延長が濃厚という話ですし、後ろの補強は聞こえてきますけども、うん、ちょっと前線とか、まあ、中盤の補強が聞こえてこないので、そこはちょっと大丈夫なのかなっていうか、まあ、なんとかできる、まあ、手応えがあるか分かりませんけども、っていうのは感じますけどもね。はい、そしてじゃあ来季の注目選手ですね、ちょっと早いですけども、来季は福田選手、個人的には期待をしたいなっていうのがあります。まあ、途中で名前を出して、山本選手とかでも良かったんですけど、多分山本選手はもう1年前に名前を出しているので、さすがに2年連続で名前出せんなっていうことを、まあ、福田選手に、しました。まあ、やっぱりこの選手、なんか掴んだんですかね。たまにこう何かをきっかけか分かりません、何がきっかけか分かりませんけども、突然このねボールの運び方とか、ね、ボールを持つ姿勢とか、あれそんなとこ見えてたのとか、なんかこうね突然成長する選手がいるわけでございますけども、それがまあ今年ガンバ大阪でいうと福田選手ですね。ほんとドリブルとスピードがもともとねある選手ではあったんですけども、何かこう掴んだか分かりませんけども、このドリブルとスピード、この迫力が非常に、増した福田選手でございますね。そして、まあ、シーズン終盤ほんと出場時間を伸ばしております
ています。本当ねシーズンなかなか通して活躍できた選手ではないんですけども、まあ、シーズン中盤から終盤にかけては、まあ、このサイドハーフのポジションレギュラーポジションをゲットしつつあるこの福田選手でございますので、来シーズン以降もっと出場時間伸びればこの選手、まあ、サイドからのこのチャンスメイク率これを上げることによってパトリック選手の得点がもっと増えたりするのかなと、まあ、さっきも言ったんですけどもね、クロスチャンス率、まあ、ガンバ大阪のクロスチャンス率が、ちょっと少ないので、この福田選手とか、まあ、サイドアタッカーの選手にかかる期待は非常に大きいものがありますので、その人、まあ、福田選手にも来シーズン期待したと思いますね。はい、ということで今回以上になりますね。本当、強豪ガンバ大阪、攻撃的イケイケガンバ大阪の復活、僕は願っているので来シーズン本当頑張ってほしいと思いますね。はい、ということで以上パラプンテジェルサッカーチャンネルの筒でよかったチャンネル登録よろしくします。さら喜ぶよ。